入ります。それでは囲み取材を始めます。不正に関する質問からお願いいたします。読売新聞の話です。大規模商業施設への協力金の件でお伺いします。約160件、約7億円の過払いが発生したということですが、それに関してどのように受け取っていらっしゃいますでしょうか。はい、まず原因として職員のこのシステムの操作ミスということで、ですから本当に事業者の皆さんにお詫び申し上げたいと思います。これ二重に過払いになりましたので、二重に過払いになってますから、ここは事業者の皆さんに正直に申し訳ないということを担当部からも申し上げて、そして、事業者、多くの事業者の方からほぼ全てですけれども返還していただけるということになっています。大事なのはやはり、事業者の皆さんに、この手間をおかけすることになります。原因としてシステム操作のミスですから、これは我々の方に全面的なミスがあるということですから、そこは本当にお詫びしますし、二重払いになってますので、その分については返還をお願いしたい。そしてまたそれに応じていただいているということに感謝を申し上げたいと思います。今後はこういったことが二度と起こらないように再発防止に取り組んでいきます。今回の原因、システム操作ミスなんですけど、掘り下げてみれば、まずはそのシステム自体にこのミスを防止するところの機能というか、そこが不十分だというのが一つと、もう一つは単純に府庁の職員のこの操作ミスの部分がある、二重の部分がありますので、システムの部分は回収をいたしました。あとはやはりその最後はそうは言っても人間が操作しますから、人為的なミスが再び起こらないようにしたいと思っています。まだ3期4期の支払い分がありますので、今回大規模商業施設、それからテナントさんへの支払いの手続きの中で起きましたので、今後の手続きの中で同じようなことが起きないように再発防止策について担当部にこれ指示をしました。そこを徹底していきたいと思います。今日は委員会の中で、知事が代表を務めている大阪維新の会の府議の中からも、今朝になって証拠労働部の方から説明がしたいという連絡が来たと。で、9月に起こっていた案件なのに、なぜ11月になって説明なのかという指摘があったんですけれども、この指摘についてはどのように受け止めていらっしゃいますでしょうか。そうですね、それはすぐにやはり報告すべき話だと思います。ここはそういった案件が出ているというのも分かってたわけです。そこはすぐに、周りのオープンにしてですね、再発防止に努めるということが必要だと、こういうふうに思っています。ちなみに知事の方には報告があったのはいつだったんでしょうか。今日です。それで9月の段階で、分かってたわけですから、10月のミスというのは防げるのかなと思うんですけども、報告が遅れたことに関しては、漁夫の方は次にどのようにご説明があったんでしょうか。まずやはりこの人為的なミスが起きたので、本当に申し訳ありませんでしたということです。で、9月のミスの部分と、それから10月のミスの部分、ちょっと僕も詳しく聞きましたけど、中身が少し違う部分があるのかなというところはあります。ただ大切なのは、二度とミスを起こさない、再発防止策を徹底するということです。ですので、こういったことが起きれば、すぐに、やはり上司、副知事であったり私であったり、そこには報告すべき話だし、ただ今日は報告を受けて、再発防止策をこうやって徹底的に取り組むということも報告も受けましたので、今後二度とそういうことが起きないようにしていきたい、そう思います。なんでその報告が遅れたのかという説明の部分についてはどのような説明があったんでしょうか。そこについてはその報告が遅れたというか、その対策を取ってきたところなので、特にその報告が遅れた、こういう理由で遅れたんですという説明自体は特にないです。対策を取っていたから、その報告はしないで、そのままと対策を続けていたということですか。担当部で、これは当然上司に報告し、その上司の範囲で、この対策をして、この返還の話も含めて、
対応したということだと思います。本当はそこからまたさらにもう一個上に報告すべき話だというふうには思います。そこの、まあ、上司というあの上のそれぞれの担当の組織を今作ってます。支援金の場合はかなり大きな組織を作って迅速に支給するためにもうかなり大きな組織と支援体制を作っているので、その中の上司に報告して、まあ、そこから上に副知事、知事には、まあ、上がってなかったということだとは思います。だからその内部の上司決裁ということで対応したんだと思いますが、まあ、本来これはよりきちんと上に報告すべき話だと思います。今回の件を受けてその職員の方何らかの処分をされたりとかそういったものをされる予定というのはあるんでしょうか。これは事実関係をきちんと整理した上で判断するということになります。まあ、やっぱり単純な話聞くとやはりできるだけ早く迅速に当然入金したいというのは当然あるわけですけど、ただそれでもきちんと対応しなきゃいけませんから、まあ、故意のミスではないんですけれども、その中で、人為的にどうしてもこの操作ミスがあったということですから、まあ、これは厳正には対処をします。ただもうわざとやった話でもないし、まあ、そこは厳しく対応したいというふうに思います。まあ、事案を一回整理した上で厳正に対応をします。他ございますでしょうか。すみません、厳しいです。関連でなかった、関連で申します。今回大規模商業施設ということですけども、飲食店の協力金についても一部で変わりが上がっているんですけれども、これについて指示で、地の方で把握している例がどうしますか。かなりの件数を処理してますので、この今回 この商業施設みたいな大掛かりで7億円規模、160件、ね、7億円という、まあ、大きなミスということは、そこは報告は受けてないです。ただ個別に見るとそれはあるかもしれませんが、個別の案件で不正案件とかの報告は受けますけど、個別にこう二重に入金しましたとか、そのあたりはちょっとまだ受けてないです。飲食店に限っても、そういう報告は上がってきていないということですね。他ございますでしょうか。よろしいでしょうか。政務に関する質問ございますでしょうか。少々お待ちください。日割りでごまかそうとしていると僕は思ってます。日割りはもちろんこれやっぱり今1日で満額と 2,3 日でも満額、まあ、ここおかしいのを正すのは当然だとは思いますが、本質的な問題はやはりこれは経費ですから、領収書、それから清算、返金、これ経費として扱うということをきちんと制度化する、これが本質的に大切なことだと思います。そこの本質は触れずに、日割りだけで、まあ、ごまかして、乗り切ろうというのが今の永田町の考え方だと思います。維新の会としては引き続きその日割りだけではなくて、その中身の部分についてきちんと公開するようにまで努めていくという考えです。もちろんです。これはだってそこがやっぱり本質ですから、結局、まあ、特に確かに日割りのところというのはこれも僕もそうでした、受けましたし、まあ、歴代の国会議員全員日割りじゃないから、そういった意味では満額も全員受けてるわけですけど、まあ、日にちの差はそれぞれありますが全員受けてる、まあ、そこを日割りで正すっていうにしたとしても、日割りにしても金額が実態に近くなるというだけであって、大事なのはそのお金って結局何なのっていうところに踏み込んでないんです。そのお金って第二の給料なんですか、経費なんですか、ここには踏み込んでない、これが日割り法案だと思います。もちろん一般常識として1日で100万円ってこれやっぱりおかしいので、どうやって使うのというのはこれはあると思います。でここを正すのはこれある意味、まあ、当然だと思います。でもこの文通費の本質は
やっぱりこれは第二の給料なのか経費なのか、そこをきちんとやっぱりしなきゃいけなくて、でここは経費なわけですから、経費なんだったら領収書、そしてあの生産する、余れば返金する、ひょっとしたら国会議員ってものすごく活動するから100万円じゃ足りないってことになってくるかもわからない。でもそれ見えてそうなったら僕はそれでいいと思うんです。でもそれ全く今見えないから、そういった意味であのこの経費である以上、文書通信交通滞在費っていう経費である以上、領収書、それからあの生産をする、そして余れば返金を可能なものにする、こういうここの本質、これが最も重要だと思います。それは維新の会としてもこれからさらに求めていきます。でそこが文通費の本質的に変えなければずっとこの問題はまた残ると思います。あの何日間か短い期間でこれだけ100万円満額受けてるやんか、これおかしいやんかっていう問題は解決するとは思いますけど、その後結局議員になれば毎月100万円ずつ受け続けるわけですから、で議員をずっと続けている人はもう何十年も受け続けているわけですから、じゃあそのお金って何なのっていうところのとこには誰も維新以外切り込んでないと思うんです。ちょっと他の政党は今日どこまでとか僕今日把握してないですけど、あの少なくとも今日割りのところだけが合意しているというのであれば、僕はそれはやっぱごまかしたと思います。それで、今回起きたことについてはもう乗り切れるだろうと、これを乗り切ったらもう静かになるだろうということだと思います。でここをやはり変えていくための法案の提出が、法案の審議をぜひお願いしたいと思います。維新としては法案を出していくということになりますので、吊るさずにぜひ審議をお願いしたい、そしてどこの政党が賛成反対するのかしっかり国民に示してもらいたい、そう思います。他ございますでしょうか。違っている点が出てきたんじゃないかというような内容があったんですが、移動議員に関して何かこう調査の進展具合ですとか、何かこうこういうことをやるんだというようなことがあれば教えてください。その点についてはもう馬場幹事長が一任して受けてやるということになりますので、そこの移動議員のことについては幹事長に聞いてもらいたいと思います。ちょっと僕は把握はできてないです。他ございますでしょうか。関西電力です。今の関連になってしまうんですが、一般論として、マルチ商法をしている企業が実際かなり重い行政処分を受けていて、そこの行政処分を受けた商品に、関わってかなり関与していて、公園のみならずそれを監修していたということが報じられているわけですけど、そういった関与においては政治家の実質としては一般の問題ないんでしょうか。事実関係もわからないので、ここは議員が自らきちんと説明する必要があると思いますし、我々も党としてきちんと今馬場幹事長の下で政党として事実確認しているということになりますので、党としてそこは明らかにしていくということになると思います。ちょっと僕のレベルでいろんなことをどんどん発信するのもまたおかしいと思うので、党として対応します。他ございますでしょうか。ABC の質問です。木下さん、物資の物資の関係なんですけども、今、他の国会議員の物資の集め、ね、寄付先を探しているという状況だと思うんですけども、木下さんの分については木下さんが物資に寄付先を決めるのか、それとも日本維新の会として全体として決めるのか。これはもう日本維新の会全体として決めます。今回新人議員全員が100万円については一旦党に特別党費として納めて、そしてそのお金をそのまま
日本維新の会として寄付先を定めて被災地、まあ、おそらく被災地になると思いますけど被災地に寄付するということになりますから、僕も新人議員と同じように100万円をそこに特別投入として納めて、そしてその僕が納めたお金については新人議員と同じように新人と元職の半、元職もそうだったかな、半月分、僕が聞いてるのは参議院議員も2019年の参議院かな、もうあの時の参議院議員の選挙も確か3日間の議員の任期で100万円を受けてるということだから、そこも5年まで遡ってこう候補として集めるということになってますが、新人議員プラス、まあ、維新の議員、そこに僕自身も入って同じように納めて、そしてそれをまとめて被災地に寄付ということになると思います。僕が単独で別行動は特に取るつもりは考えてないです。その寄付先というのは結構複数にわたるのか、いつぐらいに決めてどういう形から発表するかとか、まあ、寄付したら領収書も発行されると思うんですけど、それを発行するところまではどのタイプになりますか。それは寄付先は被災地が僕はいいと思っています。でそういう話はしてますので、もうこれまでも国会議員団ずっと身を切る改革をやってきて、報酬2割削減して、まあ、これはコロナ対策に寄付する場合と、それが被災地に寄付するというのをやってきましたから、もうそのずっと経験はあるので、なので国会議員団に任せようというふうに思っています。おそらく馬場幹事長が切り盛りするんだと思っています。でそこはもちろんこれはもう皆さんにも、受けた100万円については本来であれば国に返金するのが僕は筋だと思っています。でも返金制度がないので返金できません。そういう制度です。なので、まあ、これもおかしいと思うんだけど、まあ、そういう制度です。なので、もう我々としては寄付するしかないと考えています。で寄付するとその今回おかしい文通費については一旦まとめて寄付するということを皆さんにきちんと言っているわけですから、それがお金こんだけ集めて、そして、その金額をまるまるここに寄付してその領収は受けてますというのは公開しないとそれはダメだと思います。だって維新の会が本当に寄付したかどうかは分からないわけです。そんなんだったら僕自身も お前本当に寄付したのかってずっと言われ続けますんでね、そんなことは絶対あってはならないと思いますし、まあそういった意味ではその金額、誰かこうきちんといくらその特別投与として納めて、そしてその合計額がいくらで、その合計額についてはこちらに寄付しました、その領収書はここにありますということまでやらないと、これは自分が不満を持っていることと評価されてもおかしくないわけですから、そこまでは国会議員として事務的にやるということになると思います。それはやらないといかんと思いますね。まあ、そこまでは決まってないですね。これでも自民党も公明党も寄付するって言ってるわけですけど、もう返金できるようにしたらいいと思うんですよね。それがなんかすごい分かりやすいと思うんですけど、でもまあ制度として今は返金できないっていう制度になってるから、まあ、だからこそただ自民党も公明党もそうですかね、まあ、僕は覚えてない自民党ですけど、自民党は寄付するというのは返金できないからだと思うんです。でも自公は過半数持ってるわけだからルール変えれると思うんですけど、まあ、ルールが変わればもちろんそういう本来は返金だと僕は思ってます。国に返すっていうのが筋だと思ってます。ただそれができない、あるいはもう時間かかる、で国会議員は永田町ですから、なんか議論だけして結論出さない方が多いので、僕らそれ待つのはやっぱりおかしい、待つ気はありませんから、まあ、慣れて分かればいいですけど、今回みたいに日割り法案だけで、まあ、終わらせようか、もうごまかそうかというようなことにおそらくなると思うので、まあ、それは僕はやっぱりおかしいと思うし、でも返金はできない制度だから、まあ、できるだけそこはちょっと期限はもう国会議員に任せますけど、ね、きちんとそれをやったということを皆さんに、国民の皆さんに報告する、これはもう当たり前だと思ってます。僕も100万円投機として入れたらそこは皆さんに報告します。
ございますでしょうか。よろしいでしょうか。それでは囲み取材終了いたします。